さあさあさあ、見回してみてくださいよ。不思議なことだらけなんですから。あのダチョウはなんで頭を埋めて隠れてるのか、虹ってなんでこんなにも珍しいのかって、うちのワンちゃんなんで草なんか食べてんの？そんな知る人ぞ知る、知らない人は知らないトリビアをご紹介していきましょう。例えば、私たちを悩ませる蚊は歯を持っています。私たちのような白い象牙質の歯ではありませんが、47本の鋭い突起が糞と呼ばれる口についています。まるでストローのように私たちのお肌に突き刺してくるあれです。この歯が持つ役目は、様々な皮膚を切り裂いてお目当ての養分にたどり着くこと。あーおいちー。オッポッサムは死んだふりで有名ですが、決してふりではありません。恐怖のあまりマジで気絶しています。我々が寝ている間にくしゃみはできません。脳はこの反射を睡眠中はオフにしてしまうんです。ですから素敵な夢もハクションって飛び起きることがないわけですね。古いマットレスは新しいマットレスに比べて目に見えて重くなっています。これは使用中に集めたものの重さが加わっているためで、その集めたものとは、例えば剥がれた皮膚や家だに、人間や動物の毛、砂、土、花粉、その他耳にしたくないもろもろを含みます。タツノオトシゴは生涯を通じて同じ恋人と過ごします。彼らは尻尾をまるで手のようにつないで旅をするんです。ちなみに2人の卵を担ぐのは男の仕事。アルビニズムという言葉をご存知の方は、メラニズムという言葉はご存知でしょうか。皮膚や羽、毛に含まれる黒い色素が多すぎるため、その他の体色の明るい個体に比べると真っ黒な姿をしています。クーガーはその種を表す単語が多いとしてギネス世界記録に登録されています。パンサー、マウンテンライオン、ピューマ、その他40種の英語、25種の北アメリカの現地語、そして18種の南アメリカの現地語と、その名は多岐にわたります。はーい、コロニャン。ナイアガラの滝は過去1万2000年の間に浸食のために 11km 後退しています。幸運にもその速度は過去数十年間は緩やかになっています。やがて滝はその場に留まり続けるかもしれないと言われてもいます。スイカはもともと苦い、あるいは無味で、その水分を主な目的としてアフリカで栽培されています。ガラス瓶1本をリサイクルするとテレビを4時間動かすだけのエネルギーの節約になります。宇宙飛行士は、宇宙の匂いは肉が焼ける匂い、あるいはバーベキューの匂いに近いと主張しています。宇宙遊泳を終えるとこの匂いを感じられるのだとか。その他の宇宙飛行士は熱した金属の匂いがすると言っています。虹は朝や午後に見られることが多いようです。虹は水滴が空中に存在し、かつあなたの背後から日に照らしている時にのみ見ることができます。また太陽は水平線より40度以下の高さでなくてはなりません。結婚指輪代を節約したい人は木星や土星へどうぞ。そこではダイヤモンドの雨が降ります。嵐の間、雷が惑星の大気にあるメタンを分解します。この過程で生まれるものが炭素と水素。炭素は空から落下する最中に互いに結びつき、グラファイトとなります。やがて惑星の核へと近づくと、増える圧力によってグラファイトはダイヤモンドへと圧縮されるんです。ニュージーランドに住むオウムの仲間、ミヤマオウム。彼らは車の窓からゴムパッキンを剥がすことを好みます。誰にだって趣味は必要ですよね。いつも餌をあげているのに草を食べる犬、一体なぜなのか。これは犬科の動物にとっては普通のこと。犬が十分な食物繊維を得られていないか、その草の味が大好きな時に食べます。一部の犬はお腹が気持ち悪い時に草を食べる癖を持っています。このような場合、彼らはほとんど丸飲みにします。長いそのまんまの草は喉に刺激を与えることで吐くことが簡単になるんです。火星に旅行をする人は夕焼けに感動することでしょう。赤い惑星の大気には塵が多く存在しており、これが赤い光を拡散させ青い光だけを通します。その結果、色合いの見事な青い夕焼けが見られるようになります。
パピーキャットと呼ばれる種がいます。その姿は名前の通り、その行動は猫よりもずっと子犬に近いものになるんです。地球上にいる人よりもあなたの皮膚の上を這い回っている生き物の方が数が多いんです。もうこれで忘れられなくなりましたね。体中の血管、動脈から毛細血管など全てをつなぐと、その長さは10万キロメートル以上になります。これは地球を2周する長さ。しかもこの最も細い毛細血管はその長さの実に 80% を占めるんです。エッフェル塔の頂上は暑い日に太陽から逃れようとします。金属の構造が太陽によって熱せられ膨張するんです。この効果によりタワーは20センチメートルほど太陽から離れていきます。スイカは焼くと水っぽいザラザラした食感が失われ、結構硬くなります。ウォーターメロンステーキと呼ばれるレシピもあるらしく、実際にスイカがお肉のような味になるんだそうですよ。人と同じで犬や猫も右利き左利き、もとい右前足利き左前足利きがあります。複数の研究によってこれらの動物は片方の前足をより多く使うことが明らかになっているんです。また両利きになる場合もあることが分かっています。彼らがピッチャーになるとしたら本物のサウスポーになるというわけ。ペンギンは飛ぶことこそできませんが、ジャンプは得意です。種によってまちまちですが、中には空中2メートルにまで飛び上がることのできるペンギンが存在します。彼らは自ら氷の上へと飛び上がるために、そのような技能を必要としているんです。ダチョウは砂に頭を埋めることはしません。そもそも考えてみれば呼吸ができませんよね。20万頭のダチョウを80年以上観察し続けた研究でも、頭を砂に埋めた個体は1羽も見つかりませんでした。どうしてこのような迷信が信じられるようになったかというと、ダチョウが巣穴を掘るから。卵を産んだダチョウは頻繁に巣穴に頭を入れ、卵をひっくり返します。確かにそれが頭を地面に埋めているように見えるというわけですね。地下300メートル近くに存在するメキシコのクリスタルの洞窟では、その名の通りの光景を目の当たりにすることができます。上から突き破ってきたダチョウの頭をね、いえいえいえ、巨大な水晶、最大のものは55トンの大きさになると言われており、これは象の8倍の重さ。最長の結晶は13メートルで、これは電信柱よりも少し高い長さになります。インディアナ大学の図書館は毎年3センチメートルずつ地下に沈み込んでいます。建設された当初、施工者は建物の中に所蔵される書物の重さを計算に加えることを忘れてしまったんです。なんとまあ文学の重みってやつですかね。天王星には季節が2つしかなく交互に訪れます。つまり四季でいうと、この惑星には夏が2回と冬が2回あることになります。しかもそれぞれの季節の長さは地球での21年に相当し、天王星の1年は地球での84年に相当します。一部の人は膝に追加の骨を持っています。それはファベラと呼ばれ、その存在目的は分かっていません。このファベラは1世紀前からなくなり始めていたものの、近年になって再び増加。 39% の人はファベラを持っています。お湯と水は注がれた時の音が違います。熱は水の密度を下げるため、その音は低くなります。冷たい水は密度が高く、音が高くなります。マメハチドリは世界最小の鳥で、虫と間違えられることがしょっちゅうあります。メスのマメハチドリはオスよりも体が大きいものの、コイン1枚の重さすらなく、体長は6センチメートルに届きません。新生児はとにかく素晴らしい。頭は体重の1/4、体中には300の骨があり、口には1万の味蕾があります。成長するにつれて300あった骨は206へとまとまっていき、舌の上にない未来は消えていきます。未来のための準備ってことですね。ゴリラ、チンパンジー、コアラはそれぞれ指紋を持っています。でも中でもコアラの指紋は人間のものに非常に似ているんですよ。今回新しいことを学べた方は高評価とお友達への共有をお願いします。
ブライトサイドのチャンネル登録もお忘れなく。